こんにちはぬるぬるですけれども、本日はこちら、ストレッチャー面をプレイしてまいります。画面左の二人を操作して、具合の悪い人を担架で病院まで運ぶゲームらしいです。人命を救助するゲームということで、かなり真面目なゲームらしいです。私も一切ふざけず真剣にプレイしていければと思います。よろしくお願いします。では行きましょう。はい、このおじさんをお医者様のところへ連れて行くみたいです。はいはい、前後の二人を左右に動かすのと全身交代だけの操作ですね。大体わかった。カメラは固定ですね。お、なんかこう、視点を動かせないので、慣れるまでは少し移動するだけでも結構むずそうですね。もうおじさんがかなりぐったりしてるんだよな。大丈夫かこれ。お視点が切り替わりましたね。GTA で車運転するときこういう感じの視点あったな。あ、もう大丈夫です。慣れました。ここからはスムーズな救命をお見せしていければと思います。ほら、もうスイスイ進んでますよ。最初どうなるかと思いましたが割とすぐクリアできそうですよこれ。うお、前からの視点もあるんすね。ここの斜面ちょっと危なそうですね。ゆっくり行きましょう。ふっ。あ、おじさん、ちょっと左にずれられますかね。落ちちゃいますよおじさん。あ、あ、まだ動かせる。危ね。あ、もうダメそうなんすけど、おっさん。もうちょい行こう、踏ん張れや、おっさん。ちょっと後ろ展開してたい。また。またこの時点で結構あれなんだよな。危ない。ちょっとこう、前のおっさんを動かして調整します。お、ちょっと良くなりま、うお、いいですよ、今までで一番進んでますよ。え、カメラの雰囲気的にこの坂登る感じですかね。あの坂、
ここはスピードをつけて一気に。スピード出してダメならゆっくり行けばいいじゃない。ゆっくりと、坂を登ればいいじゃない。いいぞ、いい安定感だ。心なしかおじさんもあんまり動いてない気がする。なぜ急にダッシュしたんですか？途中まで順調だったじゃないですか。今度こそゆっくり登りますよ、ゆっくり。はい、一旦止まりまして。あ、思ってたのと180度逆の向きになっちゃいましたが。どうしよう。もうこのまま進んじゃいましょうか。で、ここで方向転換しまして。お、いいんじゃないですか？復帰できたでしょ、これ。左上の方に進めばいいんすよね、この感じ。お、開けた場所に出ましたね。視点も切り替わりまして。これは、右上ですかね、順路は。おい、ジリー。なーに？終わります。ご視聴ありがとうございました。